納豆が死ぬほど嫌いな人間が納豆を評論しているようなもので、テレビを見てると死んじゃうよ、テレビだけを見てると死んじゃう時代になったというシリーズ。今回はテレビだけを見ているとボケちゃうよーんという話。毎週日曜日、日本の空気をどんよりとさせるあの TBS サンデーモーニング、この番組の視聴率がとても高いのは、あのスポーツのコーナー、カーツとかいうスポーツのコーナーの人気が高いからだそうです。つまりそれ以外のところはおまけみたいなものなんですが、ここが実にお年寄りに優しい構造になっている。より正確に言うと、勉強をしたくない、学びたくない、この日常が続けばいいなぁと思っている人にとってはとても優しい構造になっている。関口宏さんをはじめ出演者が批判する相手、批判する対象は全て悪なんですね。悪。本来放送法には多様な意見見解のあるものはその可能な限り全て紹介する、考える材料を与えましょうねということが書かれているのですが、サンデーモーニングの中ではこちら側からこちらに対する攻撃しかない、ね、画面を真ん中にしてこちら側からこちら側をバーカバーカバーカとしか言わない。本来世の中には多面的多元的な価値観が存在して、完全な正義も完全な悪もあるわけがないんですよ。ところがサンデーモーニングという番組は自らが発信する言葉、自らがジャッジメントした正義と悪というものを作り上げて一方向から攻撃する。考える力が弱くなった人、あるいはもともと考える力が弱い人にとってはとても楽な番組なんですよ。はい、事件起きました、はい、安倍のバーカ、はい、トランプさんが何か言いました、トランプのバーカ。もうこの分かりやすさ、この分かりやすさがサンデーモーニングの人気なんです。この視点で見ると番組の構造もよくできていて、ネタ振り的な今週起こった出来事の紹介 VTR があって、どうなるのかなと思わせといてやった長いコマーシャルが入るんですね。でその間にネタ振りをしっかり覚えている視聴者だったら CM 明けの結論見て、なんだよそのつながり方って突っ込むようなオチが待っているのに、途中で2分3分コマーシャルを見ちゃってボケーっとしてると元ネタ忘れちゃうので、批判のところだけが頭に入って、菅三淳さんはいいこと言うなとか、やっぱり青木理さんは素晴らしいと、何言ったか分かんないけど素晴らしいと、多分素晴らしいはずだと、多分ね、そういう層があの番組の人気を支えているんだろうなと思います。そうでなければこんな陳説がまかり通るわけがないというのが10月7日の放送分で多数ありました。安倍内閣の内閣改造での大臣発表について、評論家の大谷英子さんは閉店が決まっている内閣に期待なんかできないと、みたいなことをおっしゃっております。つまり安倍政権というのは自民党総裁期間から言ってあと3年しかない、もう終わりの決まった内閣なんか期待できないよと言うんですが、だがちょっと待ってほしい。自民党総裁任期というのは3年で、この3年が今始まったところなんですね。大谷英子ロジックでいくと、全てのものに始まりがあって全てのものに終わりがあるわけですから、おぎゃーっと生まれた赤ちゃんに対してこの子はいずれ死ぬんだ、この子の将来に何も期待できないと言ってるのと同じ、アホかという話。同じく内閣改造で元外交官の岡本幸夫さんは、安倍さんは謙虚に受け止めてほしい、石破さんは地方票をたくさん取っている。このロジックでいくと、沖縄県知事選挙は佐喜真淳さんが 43.9%、 ほぼほぼ 44% を取っているんで、この比率は石破ゲル先生とほぼ同じ。だがもちろんサンデーモーニングの中では玉城デニーさん推し、玉城デニー圧勝、民意は示されたと言っている。普通に記憶力があって普通に論理的に考えられる人ならば、自民党総裁選挙で国会議員票はもちろんダントツのぶっちぎりを取り、地方議員票でも 55% を取った我らが安倍晋三の圧勝ながら、この時 45% だった彼らのゲル、後ろからスナイパーゲル先生を善戦して、これが国民の声だと言っていたのはサンデーモーニング。ならば今回の沖縄県知事選挙でもさっきも淳さんが 43.9%、ほぼ 44% 取ったのですから、これは単純な辺野古移設反対だけではない沖縄県民の民意が現れたと訳すべきなんですが、それはナッシング。つまり普通の記憶力と論理力を持ってる人がサンデーモーニングを見ると、お前頭おかしいなっていうような論理展開が普通に日常的になされている。同じく内閣改造で目方智子さん、この方はですね、この内閣にワクワクしないみたいなことをおっしゃっております。お言葉を返すようですが、目方智子さん、あなたは安倍内閣にワクワクしたことがあるんでしょうか。自民党政権にワクワクしていたのでしょうか。これは納豆が死ぬほど嫌いな人間が納豆を評論しているようなもので、論評に値しないんですよ。例えばこの番組で人気のスポーツコーナーで大の巨人嫌いが巨人を論じているようなもの、この番組が多様な価値観を本当に示しているのであれば、番組司会者の関口宏さんはすかさず、あ、目方さんワクワクしたことあるんですかって聞けばいいけど、そんなものはなし。批判のための批判、安倍のバーカのためだけに全てのロジックも意見も VTR まで作られているのがサンデーモーニング。平たく言うと、サンデーモーニングを見ていると思考停止してしまう。自ら情報を得て、あるいは情報を分析し、また情報を記憶し、ロジカルに整理する。普通の人間ならば求められる普通のこと、日常生活において必要なことが、この番組においては全て不要。ただ見ていて、安倍のバーカ、安倍のバーカって言ってるのを聞いていれば、自分もなんとなく社会に参加した気がして、うん、そうだ、政権はいかん、うん、そうだ、いかんというカタルシス、満足感だけを得ることができる。しかし実態は毎週どんな事故が起き、事件が起き、社会の仕組みが変わったとしても、繰り返されるのは安倍のバーカ、自民党のバーカ、憲法を守れ、トランプのバーカ。いつも決まった答えがそこに待っていて、それが正しいか正しくないかではなく、そこにあること、それを得ることによる満足、そしてほっとする。毎週日曜日に自分も社会参加したつもりにさせてくれる番組、それがサンデーモーニング。正確に言うならば、毎週しっかりと思考停止させてくれる番組がサンデーモーニング。ただですね、人間というのは一定程度刺激、知的な刺激を受けないと思考力というのは衰えてしまうんですね。だから私は懸念します。人生の諸先輩方がテレビを見て、テレビだけを見てボケちゃうことを、ぜひお近くでサンデーモーニングの、視聴者がいることが分かりましたら、サンデーモーニングね、毎週見てるとボケちゃうよーんとお伝えしてあげてほしいと切に願う今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございました。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが打ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。